こんにちは。ここはですね、JR 北海道はまだ使ってないんですけれど、今北海道の一番北稚内市に来ました。あの飛行機でね、私が乗り遅れちゃったもんで夕方になったんですね。で本当だったらこの稚内空港から、稚内の町までは行かずに途中の小江戸井というところで降りて、で何にもないようなところ、何にもなくも小江戸井は何にもないようなところもないけど、まあのところで待って、でそうすると、ちょっと裏技的にね、普通の案内よりも効率的に稚内空港から直接宗谷岬へ行きますよっていう動画を作ろうと思ったんですけど、ちょっとそれはね難しそうですというのは私が遅れてしまったからなんですが、だからちょっと無理やりタクシーで行くことにしますけれど、これから宗谷岬に行きまして、明日の朝、稚内を出発で、そのままですね、その足で九州まで行きます。明日中には九州にたどり着きませんが、明後日の晩に鹿児島かな、でしあさってに、JR 九州の最南端西大山を経由して、南の終点枕崎まで向かいます。でその後枕崎からその足でまた直行して鹿児島空港からうまいことですね飛行機に乗り継ぐと、那覇空港、そして石垣空港と、経由して、石垣からはまた船に乗り換えまして、そうすると、一応一般の、人が行ける最南端の、波照間島へ行けることになっております。日本の最北端は本当は標津呂村だし、最南端は、東京都小笠原村の、沖ノ鳥島であることはよく知られてますけれど、今回は日本人の行ける最北端と最南端を両方とも見てみようということです。だからね、北海道と沖縄と両方、対応できる格好しなきゃ、沖縄の真冬なんていうのはたかが知れてるわけですけど、北海道は寒いぞと思いましたが、今のところ大丈夫そうです。今日の稚内がね、風もそれほど強くはなくて、晴れている日で大変ようございました。じゃあタクシーで多分宗谷岬まで3500円で、そこから宗谷岬から稚内の町までも7500円、相当高いですからね。これはあの運転手さんはラッキーだったんじゃないのかな。でも1台しかタクシーがいなくなっちゃったから、ちょっとね、これで行かないともう宗谷岬で2時間待ったりとかするんですよ。ちょっとねそれは今回は避けたいので、すいませんね、もっと本当は一般の参考になる動画、私タクシーってあんま参考にならないじゃないですか。また来てしまったって感じですけどね、残念ながら夕日はね沈んでしまいました。夕日はさっきまではとてもよく見えていたんですけれど、もうこれは終わりそうだと思ってタクシーの中で撮っていたんですが、でちなみにそうタクシーなんですけどね、料金、ここまでの運賃っていうのはいくらだったと思います？8000円、大体8000円でしたよ。さっき3000いくらとか言ったのそれは私の計算違いでしたね。であとそれから割増しとなってまして、運転手さんにね、運転手さん、これは別になんか私からの文句とかじゃないんですけど、割増しというのはどういう割増しなんですかとお聞きしたい、単純に興味があったからね。そしたら、冬の割増しかなと思ったら実際そうらしく、これはね、稚内とか東北地方特有のものなんだそうでして、なんか音威熱風よりも北あたりになるとそういう風な割増しっていうのが発生するんだそうです。で、冬の間は2割増し、ただし夜の間もやはり2割増しであることは変わらず、夜だったら4割になるとかそういうことはないそうです。今の稚内の気温はプラスの2度だということでして、これだけであったかければ、なんとかなるものです。しかも風もほとんどないからね、今日はいい日ですよと運転手さんおっしゃってました。私も同感です。いや本当にね、でも夜になるとまた話は別だと思いますからね。昨日の朝岡山を出て、そこから私昨日の朝の9時からずっと何らかの動画の撮影をずっと続けてるわけなんですよ。もう今夕方の、5時過ぎぐらいですけどね、ちょっとこう信じられんことになってるので、体壊したら終わりだからね。だからそういうことはないようにと思って、今回はちゃんと帰れる時間にと思い、バスではなくてタクシーを選択したのでした。さてこの場所は私のチャンネルでは初お披露目のはずですが、こういう風な伸びる上に上がっていくところがあってね、これだ、よいしょ、滑るから気をつけないとね。あちこちの場所への距離が書いてあります。樺太まで43キロ、利尻礼文国立公園、それがどこを中心なのか分かりませんが、こっちの方が遠いんですね、73キロ。私のこれから向かう石垣市も2849キロ。他はちょっと分かりづらいところばっかりだな。なんか最北端の町とかね、それから同じ緯度の町とか、そういうところとやっぱり友好都市協定みたいなのを結んでるみたいです。こっちが宗谷海峡、
タクシーはどういう人が乗るんですかって聞いたらね、病院の先生が乗るんだそうでして、それはこの稚内にない科の先生がね、札幌とか東京とかからこっちに出張して、こちらでその診療を行うということがあるみたいです。でその時に病院からタクシー代がもらえるので、先生はタクシー券とかそういうので乗るんですよ、なんてそんなことを教えてもらいました。なるほどね。遅れることしばらく、今音威熱行きのバスが来たようです。ただあのバスに乗るためには多分ね、稚内から空港のバスにさっき乗っても多分間に合わない、乗り継げないので、だからやっぱタクシーで来ないと無理なんですよね。動画を撮っている手も随分冷たく、また風の強いところで、風の鳴る音がしてるの分かりますかね。あまり車も通らないと言っても、まあまあ通るは通るんですけれど、そんなに頻繁には通らない。ちょっと物寂しい、まあ、しかし最果てという感じが多くの人から愛されている宗谷岬です。稚内の駅まで送ってもらいましたけどね、金額はやばい、びっくりした。1万8000円か、そんぐらいですよね。いや本当にびっくりしましたけど、まあまず単純にね、距離が遠いんですよ。宗谷岬まで片道33キロなんだそうですね。空港からだと23キロでして、それはまあそんだけかかるようなって感じなんですけど、ちょっと甘く見すぎてましたね。いやこれ事前に金額をこんな具体的に知ってたら、行かなかった可能性もあるなってぐらいですが、まあ、しかし動画は作り始めましたんでね、これから明日の朝 JR に乗って、新函館北斗、翌日は、指宿、その翌朝、西大山、その後枕崎と来て、鹿児島空港から飛行機に乗って石垣島、多分次は JR の区間は全部ですね、鉄道チャンネルの方で飛ばしてしまうと思いますので、まあ、よかったら日本縦断の動画とかね、見てください。でその後でまた多分枕崎の駅まで行った後で皆さんにご覧に入れることになるでしょう。ちなみに今時刻は5時57分、だいたいそれぐらいです。もう完全に日は沈みました。30分くらい前からこんな感じになっていたかな。月はもうあんなに高く上がっています。これが最南端の波照間島になるとどういう風に変わるのか楽しみですね。今この画面の後ろに隠れて見えないんですけれど、着きました。ここが本土最南端というわけではないんですが、最南端の駅を含む路線の終着の駅だから、最南端の終着駅とそういう呼び方がされています。枕崎駅です。これで鹿児島空港に向かいます。空港行きのバス、途中いくつか止まるんでしょうけれど、少なくとも今のところ乗客は私だけみたいです。この枕崎駅に10分前に着いて、まだ多分着いて7、8分しか経ってないけど、まあ、着いて10分後のバスですぐに鹿児島空港に折り返し、空港まではおよそ100キロ、2時間はかからないくらいの距離です。そして空港からはまたすぐ乗り継ぎのソラシドエア鹿児島発那覇行き、那覇では乗り換え石垣島行き、石垣島からは船で波照間島、これが本土ではなく、まあ、日本の私たちの普通に訪れることのできる最南端の土地ということになっています。でもその前に今日朝起きたのは、午前4時で眠いので、少しこのまま眠らせていただきますよ。枕崎は結構大きい町ですが、このバスに駅から乗ったのは私しかいなかったみたいです。まあ駅からしか乗らないわけじゃないでしょうからね、まだ今後も多分増えるんでしょう。一番後ろの席に座っておきました。まあここだったら結構余裕があるんじゃないかなと思ってね。白とは言われてないけど、一応シートベルトしとくか。
して損はないものですからね。意地でもしない人いますよね。なんでしないんだろうなと思うけど、まあ死んでも知らないぞと言いたいところですけど、そういう人がいると、例えばね、あそこに座っている人がシートベルトしなかったばっかりに衝突を受けたりしてこっちで飛んできたりとかすると、こっちは困りますからね。みんなシートベルトはしてもらいたいですよ。おお、これあれだな、南薩線の機関車だな。多分南薩線っていうのはこの前の動画でも多分紹介したと思うんですけど、枕崎からどうだっけ、伊集院かな、鹿児島本線の伊集院まで走っていた路線です。1984年かなんかに廃止になりました。うん、これと、この景色同じですね。この裏の茂みが同じ形をしているように見えますけど、絶対ここは駅だったよな。もうどう見ても間違いないわ。加世田駅というそうです。結局それから1時間40分ぐらい経ちました。出発からそれぐらい経ちました。多分もう鹿児島空港に近づいていると思うんですが、今高速道路に乗っているところみたい。これは茶畑だな。鹿児島の名物お茶です。結構空港は遠いですね。バスにも特にトイレとかはついていませんので、まあ、このお客さんの数でね、トイレ付きのバスを運行するとかなりコストかかるでしょうから、それはそうなんですけれど、トイレは、まあ、枕崎の駅着いた瞬間にキハ40車両の中のトイレで済ませておきましたけれど、お、いい景色だな、これすごいな。でもね、やっぱりまたちょっと行きたくなってきて、まあでももうそろそろ着くはずです。これだけ広々としているところなんですね。へえ、これすごいな。が福岡、2番目が北九州と言われていて、3番目が熊本、4番目が鹿児島ですか。でも多分ね、鹿児島の中央駅が熊本駅よりも駅周辺がいろいろ開けているからね、だから鹿児島が都会っていう風に思っちゃうんでしょうけれど、なんか個人的な感覚としては鹿児島は九州第二の町みたいなイメージがありますね。あと薩摩藩の印象も強いでしょうか。国際線もあるんですね。韓国、台湾、中国、それからもう一個香港かな。天気が悪くてちょっと寒いんですけど、これももうそんなに長くは続かないでしょう。これから先、那覇までは多分、どうなんだろう、天気はそんなに変わんないと思いますけど、でも気温は上がるんじゃないですか。いろんな遺跡があるんですね。種子島、徳之島、屋久島、奄美大島、全部これ鹿児島県ですよね。20分前までに乗れって言ってたな。20分前っていうとあと10分で閉まるわけですから、まあ、まだ逆に言えば少しだけ時間があるけど、乗り遅れないようには今回は注意しないと、次の沖縄行きってないからね。これは遅れたら大変なことになりますよ。まあ、なんか1日2、3便かなんか鹿児島発沖縄行きのソラシドエアっていうのはあるらしいですが、ソラシドエアは LCC ではなく MCC とか言って、まあ、ちょっと安いスカイマークとかエアドゥとかその系列らしくてですね、それとまた同じように、エアドゥと同じように全日空のなんか一応こう傘下に入ってるような形らしいんですけれど、まあ、その関係で全日空と便名を共通化するっていう言い方でいいの、全日空扱いでも買うことができるんですね。ただ全日空扱いで買うと高くつくんですね。だったらソラシドエアで買った方が安い。私はそのことは知ってたんですけど、なぜかそのことは前から知ってたのに、予約したのはね、全日空扱いで予約してたんですよね。こうスズメの涙のような全日空のマイルがもらえますが、それぐらいで特に何か違いがあるわけじゃないんですけれど、なんでそんなことしたんでしょうか。鹿児島から沖縄ね、すぐ着くだろうと思っちゃいけませんよ。まあそれはもちろん近いは近いんだけど、1時間30分かかりますからね。でさっきも言いましたように混雑しておりまして、私が予約した時点でね、もう座席は3人掛けの真ん中しかなかったから、当日なんかちょっと空きが出るかなと思って何も座席の指定とかしなかったんですけど、結局やっぱり同じ3人掛けの真ん中しか残ってなかったみたいですね。
試食コーナーでね、あのさつま揚げとかそれからスイートポテトとかなんだかんだないろいろ大量に試食できるようになってましたんで、たっぷり試食してちゃんと最後に、ね、買ってきましたよ。さつま揚げ飛行機の中で食べられるんだそうです。あと飲み物がもう私の昨日あのお茶を紹介する動画もしかしたらご覧に皆さんなられたかもしれないし、まだこれから出すかもしれませんけど、お茶が私のビニールの中に5本あるからチェックするのが大変そうでした。すいません。飛行機はボーイング737ですけど、この飛行機なんかどこ行ってもいるし、どこ行くにもこれだからなんか飽きてくるんですよね。キハ40みたいなもんか。ちなみに今日めちゃくちゃ混んでるっていうのは、まあ、もちろん単純に需要があるのもあったんでしょうけれど、どうも修学旅行生がこの飛行機を利用するようで、高校生ぐらいのジャージを着た人たちがたくさんいます。まあ、だから多分混んでるんでしょうね。飛行機の中でもう座席の上にカメラも上げてしまったので何も映しませんでしたが、3人掛けの真ん中だからね、映すようなものもないということで、たださつま揚げだけ食べて、パソコンでじゃあたまにはブログの記事でも書くか。最近編集を動画編集外注化しましたんでね、実はあの旅行に少しずつ余裕が生まれてきていて、まあ嬉しいことですけれど、那覇空港に今到着。ちょっとさすがにこの格好では暑いんですけど、まだね、南に行くからもっと暑くなりますよ多分。で残念ながらやっぱり沖縄もあいにくの雨でして、石垣島もまた雨なんだそうです。まあ、でも石垣はこの後天候が回復するらしいから、着く頃には曇り空だろうけれど、ただすごく青い美しい海みたいなね、そういう景色はちょっとあまり本日は期待できそうにありません。那覇空港から石垣空港は日本航空なんですよね。だからこのようにこうまた連絡通路を歩いてるわけですけど、全日空側と日本航空側とここもこう微妙に分かれてるもんで、第1ターミナルと第2ターミナルの違いなのかどうか分かりませんが、まあ、少々面倒くさいといえば面倒くさいけど、まあ、そんな大したこともありません。荷物のお預けはありませんかみたいなことも聞かれましたね。ちょっと荷物が今回は多いから預けようかなと思ったんですけど、でも結局持ってきちゃいましたから、まあ、どっさりとあの準備というか、なんていうの、手荷物に包まれてますけどね。ここから先日本航空の便は隣に席も来ないよ、誰も来ないようですから、まあ広くて快適でいいんじゃないかな。那覇石垣間っていうのは需要がそんなにあるのかちょっと私には分からないんですが、少なくとも航空機の本数は多くて、日本航空と全日空と、まあ、それぞれで大体1時間に1本ぐらいは出ているようです。 JR 四国の松山宇和島間の特急宇和海号、あると何だかイメージが通ずるところがありますが、飛行機の中が混んでいるかどうかというとまたそれは別の問題で、事前に予約して私は9000円ぐらいだったかな。当日スカイメイトというあの若い人であれば安く利用できる運賃もあるんですけれど、その割引運賃よりも事前に早く買っておいた方が安いようです。ここからの乗り換えの飛行機はちょっと遅れて着いたみたいで5分遅れと出ています。まあ、別に5分遅れだったら大丈夫、その先の乗り換えの飛行機ではなく乗り換えの船も5分の遅れであれば特に問題なく接続できるはずです。なんかこの橋は新しいな、乗り込むボーディングブリッジっていうの、新しい電車の匂いがしますよこれ。またこの飛行機か、キハ40ね。1000円で足元が広くなるクラス J にして、まだ隣に人がいないところでお願いしますと書いてもらったんですが、この椅子はね、ほんとこう N700 系のグリーン車そっくりなんですね。座り心地が革張りなのは違うんですけど、座席がこうゆりかごみたいになっててよくできています。那覇までに乗ってきたソラシドエアの飛行機が今先に飛んでいきましたけど、多分私の飛行機がこの飛行機が那覇までやってくるよりも早くあの飛行機が鹿児島からやってきて、そしてこの飛行機が出るよりも早く鹿児島に向けてまた飛んでいくみたい。多分なんですけど、あの乗り付きというか折り返しか、折り返しの時間をなるべく短くして、それで運賃を安く効率的な運行をするってことなんでしょうね。LCC はそういうことをやるようですけれど、多分ソラシドエアもそうなのか、それとも日本航空が通常よりも余分に時間をかけるんでしょうか。まあ普通は日本航空を通常とすると思いますけど、飛び立つ時に背中の背もたれに背をつけないでそのまま普通の姿勢で座ってるっていうのが、軽い腹筋のトレーニングになるような気がしてね、最近やるようにしてるんですけど、まあ多分ほとんど運動不足の解消に効果はないでしょう。素早く走ったからなのか、多分そうなんだろうと思いますけれど、水が全部なくなって随分景色が綺麗になりました。車窓って言いそうになったけど車窓とは言わないでしょうね。立派な大きな空港ですよ。
なもんで、なんかね、私のやつだけストローと蓋がついてるんですよね。別にいなくてもいいというか、むしろもったいないように感じるんだけど、まあでもあった方が基本的にいいサービスですからね。そういうところでまた差別化してくれたら不思議なもんです。さっきはもっといっぱいあったんですけど、さつま揚げももうほとんど食べまして、こんなに1日で大量に食べて大丈夫かな、ここからもうあと9分しかバスへの乗り継ぎ時間がありません。石垣空港から、港まではねバスで30分ぐらいかかるんだそうです。そんなに新石垣空港って離れてるんですね。でもなんか随分街から本当に離れてるみたいですね。今ね、石垣島に船で行く方法ってないらしいですよ。もちろん貨物船とかそういう船便は通ってるんでしょうけれど、そしてまた本当に多分なんかの事情で船でなければ移動ができない人は多分そういうものに便乗する方法があると思いますけれど、ええ、まあでも昔は石垣島まで船で行っていたんでしょうから、やっぱ港は町の中心部、空港は町外れ。みんな半袖の中浮気着てるのは私だけですよ。2月でも半袖なんだけど、長袖ってのはまあなんかあんま着ないらしいですね、沖縄の人はね、うん、まあそうそうだよな、いらないもんなこの天気だったら。今日の鹿児島はそうだったんですけどここまで来るとね、那覇はもうちょっとなんか暑かったような気が、涼しかったような気がしますが、これからさらに南まで行くんですね。あと1時間と40分、まああとあの1時間と40分船に乗るというだけで時間はもうちょっとかかりますけどね。14時22分離島ターミナルに着いて、そこから出る船がですね10時30分なんですよね。間に合うのかなと思うんですが、まあ多分1時間に1本なんですよバスは。だからまあ多分13時22分か14時22分しかないって言ったら、14時22分でこの船に乗りに来る人いっぱいいると思うから、多分向こうも慣れてるだろうなとは思うんですけどね。ちなみに欠航率の高い路線だそうですが、今回はちゃんと出るそうです。飛行機が遅れたからバスもちょっとその分待ってくれるかなとかね、いろいろ考えてたんですけど、そんなことはなさそうでしたね。もうぴったり時間通りに出発しました。いやほんとギリギリに着いたからよかったけど、飛行機があと5分遅れたら危なかったですね。出発するとき5分遅れまして、到着のときは10分遅れになっていました。船も間に合いました、間に合いましたけれど、ただね多分あの便で行くような前提にはなってなかったのはまずバスなんですが、バスの接続をするという考えは特にこのフェリーターミナルにはないようです。それはその全然考えてくれない悪いフェリーターミナルだってことじゃなくて、単純にバスと接続をするというふうな考えはないということですね。でそれからそのバスですが、あのバスもねまたあの時間通りに走るかというと、まあ、やっぱバスですからね、それは時間の前後があって当たり前でして、今回は3分ぐらい遅れましたんで、遅れても待ってくれるかなと思ったら、思ったより大規模なしっかりとした感じのところでしたから、なるほどこれは待つという考えがないのも納得というところで、まあ、すぐ乗車券を買って乗せてもらったんですけれど、まあ多分さっきの私がこう通ってきたずっとここまでの道のりでは、まあ、あの成功しないこともあるかなと思います。まあ、少なくとも、14時28分ぐらいに船には乗り込みまして、14時半の出航、ちょうど今動き出したのかな。で切符を買うときに言われましたけれど、帰りの便が動くかどうかは全然わからないと、まあ、多分動くだろうとは思うんですけど、ここ最近の天候の状況であれば、もしかして帰りもあのまたそれはそれで現地で、運行の状況を確認してくださいねということでした。また行きに関しては一応時間指定ということになっているんですが、まあ、帰りは時間はオープン、特にいつでもいいんですね。出発もオープンと書いてあるから、ただこの紙を持っていけばいいんでしょう。往復で6500円ぐらいでした。海も澄んでて青いですよ。ちょっといろいろお店を広げていて恐縮なんですけど、あのシートベルト式の船でね、でもっとなんかこう普通の客船みたいなやつの、まあ、客船ではありますけれど、航行中は席を立たないようにお願いしますって書いてある、ちょっとした高速船みたいですね。こう思ったよりもこうしっかりしているというか、船も大きいし、
仙台はこの規模ですからね、まあ、乗船率というのかな、その率で言ったら多分1割に達していないか1割か、まあ、そのぐらいに見えますけど、2割は行ってないだろうな、まあ、ここ全部空いてますからね。これがフェリーターミナルの前景、まあ、空港から船に乗るまで多分この時間だったらタクシーで来た方が良かったんだろうけど、タクシーで来たら相当な金額になっていただろうということもある程度推測されます。もともとは波照間島にも空港はあったらしいし、今も空港はあるんですけれど、ただ飛行機の発着はないんだそうです。自衛隊の船ですよね、一個だけ止まってますけど、他にはここからは特に見られないみたい。だいたい時速38キロぐらい出してるみたいですけど、しかしまあまあ揺れます。そんなにものすごい揺れではないから私は酔わないだろうけれども、でもやはり小さい船だし、これ以上スピードが出るわけでもないし、水中浴船ジェットフォイル浮上するわけでもないから波の影響は受けがちです。まあこのぐらいならねと思いますが、しかしやっぱスピードはねしっかりしたもので、石垣島はもうどんどん離れていくようです。石垣島から一番近く大きい島、石垣島より大きいことはないかな、これが西表島ですけれど、私の目的地の波照間島の方にあって、ここが日本で最南端、まあ、日本というかその普通に人が行ける最南端ということになっております。最西端の与那国島はこの間行きましたが、ここにありまして、で、ここがここまでまた船が出ています。フェリー与那国っていうのがあるのかな、これが台湾です。台湾近いですね、こんなに近い、もう日本の来られる端の端まで来てしまいました。ちなみに今調べているところによると、この波照間島行きの船のこの就航の確率ですが 50% を下回るんだそうでして、毎年1月2月はこの船に乗れない確率の方が高いんだそうです。それは良かったですけど、今回乗れてね、この下見ると岩礁みたいなのがあるな、海の上からでも透けて下にすぐ浅いところに岩場があるのが分かります。座礁とかしないように気をつけて航行してるってことでしょうかね。私前の方に座ってるわけですよ。私がこの客室の中で、広い客室の中で一番前に座ってるんですが、この船は結構客室が前の方に偏ってるらしく、この部屋の前の方に乗るともうすごい揺れるらしいんですね。でもう船酔いとかに弱い人は前には座らない方がいいって書いてありましたね。私知らなくて座っちゃいましたけど、まあ船酔いには強い方なんで大丈夫だと思いますが、あまりこういうの甘く見ない方がいいということも知っています。なんか座席はリクライニングシートみたいだね、どっか特急電車とか、そのよりは座り心地がいいかな、こういうやつですよ、もう本当にね。JR 四国とかなんか2000系の椅子とかこんな感じに見えるけど、あれともまた違いますね。右側、今も船がスピードを上げ始めて後方になってしまいましたけれど、見えている島は竹富島と言いまして、石垣島から最も近い離島、およそ5キロの距離だそうです。で竹富町、竹富町どっちと読むのか私知りませんが、その自治体を形成しているところであるにもかかわらず、なんとその、町役場というのかな、役場がね石垣市に置いてありまして、つまり石垣島、違う自治体に町役場がある、そういう珍しいところなんだそうですね。不思議なもんですけど、あそこにも人が住んでるし、これからこの先の西表島もまた同じ竹富町なんだそうです。竹富町、竹富町の町役場がなんで石垣島にあるんだろうってすごい不思議だったわけですが、まあ、しかしよく考えれば当たり前で、私が今向かっている、波照間島もまたこれ竹富町の中だし、さっき言った西表島も竹富島も、全部、竹富町、まあ、しかし、それぞれを直接連絡する航路というのはないんですね。だからじゃあ町役場に行きたいということになった時、一旦石垣島で乗り換えてどこかの島へ行くというのでは大変な手間です。だったらもう一番大きい町である石垣に全部預けてしまって、そして何かあったらば石垣に集まろうということにした方が、まあ、話が早い。離島ならではの事情がそこに現れていて大変面白く思います。でもね、だんだん概要に出てきて揺れるようになってきましたよ。ネットの記事とかいろいろ見たけど、次第に揺れるようになっていって後半は地獄だとかそういう風に書いてありましたね。あんまり船酔いってのはしたくないけど、そんなに致命的な船酔いもしたことがないんで多分大丈夫だろうと思っていますが、見たところこれ座席がね増設されてるんですよね。もともとは多分この席なかったんですよ。どう見てもそうでしょう。増設されてるってことは、今確かに搭乗率はとても低いけれど、多分シーズンによっては座席が足りなくなるっていうことですよね。でなければわざわざこんな付け足したりはしないでしょう。おお、まあ、なんか観
光客ってどんどん増えててホテル不足とかにもなってる。最近になっても泊まるところが増えているらしいですけれど、人気のあるところなんですね。旅行ブームですから。床の下からは波が打ちつける音が聞こえてきますよ。これぐらいだったらまだ私は全然平気だけど、これの3倍ぐらい揺れるようになるとどうなるかわからんな。多分なんですけど、まだねこっちに西表島があるからいいんですが、この西表島をこう抜けた頃からこう海流が来ますんでね、多分それで揺れが激しくなるんじゃないかな。この船についてはまた別の動画でちゃんとご紹介しようと思いますけどね。心配になってきましたね。後ろの方に移動してきたんですけど、でもまだ島は溶け切ってないから、多分あと 4,5 分くらいで、でどのような揺れになるのか結果が出ますけどね。結局ね、どうということはなく普通に波照間島に着きました。その後はねもっとなんか大変な道のりを想像していたんですけれど、それほどあれ以上に揺れがきつくなることはありませんでした。まあ、ただもちろん船酔いにはね人それぞれいろいろありまして、私は本当にどうも船酔いには強い方らしいので、まあ、あれよりひどい揺れというのはたくさん今までには経験したことがありますけれど、まあ10段階中の私の評価ではまあ6か7ぐらいかな。もっとこうふわーんと体の内臓が全部浮き上がるような、そういう感覚には私はとりあえずなりませんでした。稚内から何日かかかりましたけれど、でもまあ今日の朝枕崎からねこの波照間島までのルートっていうのが一番ちょっと大変だったかもしれませんが、これが港か。昔は日本航空系の琉球エアコミューターっていうのが来ていたらしいですが、船着場を見ると結構船にカメラを向けていてね、あれは子供たちの送り迎えみたいな人が多いな。やっぱりなんか子供たちが何かから帰ってきたその便に相乗りになったみたいですね。なおこの船ですが、もともと下関とか門司とか、それから、松山、その辺でなんか使われていた船だったんだけれども、あまり利用が振るわなかったのでそれで売却された、そういう経緯があるんだそうです。もともとは時速70キロほどで海の上を進むことができる文字通りの高速船だったらしいのですが、エンジンを2つ取り外しましてスピードも半減をしたそうなのでした。でこの船よりも前の船を使っていた時には波照間島までだいたい70分、60分、それぐらいで行けていたらしいのですが、現在は1時間30分ほどかかるということが常態化しているそうで、まあ、それは別に構わないですけれど、今回は実際には1時間と37分かかったようでした。そう、この船はですね、安永観光っていう会社が運営しているんですけれど、その会社のホームページに到着時刻が書いてなかったんですよね。出発時刻が書いてあったんですよ。なんで到着時刻書いてないんだろうなと。約束できないっていう意味だったね。着いた。ネットにはもうこの世の生き地獄みたいなことがいろいろと書いてあったんで心配しましたけど、実際にそういう風に感じられる方もいらっしゃるのかもしれませんから、まあ、揺れないわけじゃないんでね、事前の酔い止めを準備しておいた方がいいという場合もあるということは心に留めておいていただきたいと思います。めちゃくちゃ速そうなんですけどね、秋田新幹線がなんか箱根登山鉄道とかで走っているような感じかな、まあ、近鉄ぐらいですか。ちょっとスピードがもともと出せる船だったのに出してないっていうのは乗り物好きとしては少し残念なところがないわけでもないですが、2階にはスーパーシート、グリーン席みたいなものもついていて、なかなか面白そうな船ですよ。最南端の航路、結構なんていうの、漁船みたいなやつで来るのをイメージしてたんですけど全然違いましたね。こんなに頼りがいのある船だったとはね。帰りの船にも大勢乗船するようです。これが大勢なのかどうか、乗船率で言えばね、座席は今のところ余ってはいますけれど、まあ、今がシーズンではないということもあるでしょう。波照間島の観光のシーズンは、1月、2月は特に外すべきだというふうに書いてありました。上着も不要です。この格好でちょうどよく風が今こうワイシャツの方までね入ってきますよ。こんな格好で波照間島に来る人もそんなにいないんじゃないですかね。スーツ姿の人もいませんね。でもうこれからあとはじゃあ宿へ行くだけかなと思ってるんですが、ただよく考えたらですね、ここは港だけれども港からそこまで歩いていってどれぐらいの距離があるかとかね、どこにあるのか何も考えてないでやっていたわけですが、どうも 1.2 キロほど離れているようです。まあ 1.2 キロだったら別にね歩いていけますんでそれで行こうと思いますけれど、多分ですが普通だったらその泊まるところにね連絡しておけば、大体こういう港のある島だったらね、港のない島もないけど、まあ、こういう島だったら迎えに来てくれますよ車で。
ここにはタクシーとかそういうのもまあなくはないんだろうけれど、でも大きい島ではありませんのでね、どうもそれほど見られないようです。まあ、今からでも電話すれば迎えに来てくれるような気はしますが、 1.2 キロなのでまあそんぐらいなら散歩がてら、ちょっと荷物が多いのが難点ですけどね、明日までにお茶飲み干してしまいたいと思います。そして翌朝、今自転車を借りてですね、30分20分ぐらいかな、漕いできまして、まあ時刻は今7時30分です。こんな感じの自転車ですね、電動自転車。これが駐車場らしいですが、車は特に止まっていますね。まあやっぱり今オフシーズンみたいですね。今7時正確に36分でした。これ歩いてきゃあるんだな、日本最南端の市。今日は朝起きた時はまだね6時半ぐらいだったんですけど、外は真っ暗でしたよ。で6時45分ぐらいになってうっすらと明るくなり始めまして、ようやく7時過ぎ外に出られるようになりました。もう街灯一応ありますけど、自転車乗って走るような時間ではなかったからね、実際この周りにも何もそんな街灯の類とか全く、ね、見当たらないじゃないですか。どころかもう人の建物だってほとんど、ね、もう見当たらないという状態ですから、だからまあ明るくなってからでないと危険だし、逆に夕方もね、日没までここにいるとちょっと大変なことになるでしょうか。与那国島だったらば、まあ、日没までいてもすぐ近くにいろいろあるし、あそこもまあまあ明るかったんですが、波照間はそこよりも、明かりとかは少ないようです。でも人の活気はあったけどね、人通りもとても多いし、居酒屋さんも賑わっていました。これだな、日本最南端の日。こっちが南側なんでしょうね、多分そうだな。向こうは多分与那国島の方向だろうから、日照旗が置いてあります。特にそれ以外は何も書いてないけど、ああ全部これ来ちゃったよ。宗谷岬はもう今まで何度も何度も行ったことがあるし、ノサップ岬も何度も行ったことがあります。で去年6月に与那国島も行って、そうか、もう行くところはあとこれ以上となると普通に人が行けないところになっちゃうんですね。まあ、その途中にもいろいろあるから、まあ、その途中の島々を巡るような楽しみは今後いくらでも尽きないわけですけど、今後はやっぱ動画の方向性もある程度考える必要があるなって、まあ、これはね特に最近から思ってるんですよ、ずっとね。やっぱ旅行っていうことについてはそう簡単にはネタは尽きないと思うんですが、場所をただ紹介するだけとか、それからただなんだ電車に乗るだけみたいなね、それはもうそろそろ卒業する時期に来てるかなっていうふうに感じます。まあつったってそういう動画がなくなるわけじゃないですけど、でもやっぱりね、じゃあ皆さんが引き続き動画をずっといつまでも楽しんでくださるには、まあどうしたらいいかということを考えれば、まあ、やっぱりいつまでもなくならない旅の楽しみというのを最後には紹介する、それをそれに特化するに尽きるなと本当に考えております。だからね、まあ昨日多分別の動画でたと思うんですけれど、またカラスか、カラスならいいや、なんかもっと危ない、もう金が来るとね困りますけど、私が波照間島に来てね、宿の予約を間違えて、でどうも予約はどこも本当は部屋の空きはあるらしいんだけれど、ただ私がその前当日の夕方のもう船を全部最後の船まで来た後の時間で電話して、すいません今から泊まれますかなんて怪しい電話をすると、どうも一般に受け付けられがたいものだということをね、知るとかね、そういうこともまたこういい、まあ視聴者の皆さんにとってはね、私は島にも迷惑をかけたし、ちょっとあんまりこうそれだけでハッハーなんて言ってられるだけの状態でもないような気がするんですけど、まあ、そんなことがあったりとかね、前にも石巻に行って財布忘れて、もうしょうがない野宿するぞと、結局コンビニのイートインで夜明かしとかね、まあ、そういうのだってね、まあ、そのいいのかどうかちょっと、まあ、微妙なところもあるから、まあ、そのなるべく公明正大なことをやろうとは思うんですけど、まあ、しかし、こういう風にこう全国をブラブラして、その様子、自分が楽しんでいる様子とか苦労している様子とか、そういうのを共有してね、ただここはこうなんですよ、お金をかけたらこういうものが見られます、それだけじゃやっぱ面白くないんじゃないかなという風な気がします。雲の流れが速いですね。宗谷岬と波照間島のここの何ていうのかな、分かんないです、多分特に名前はないのかな、最南端の地と共通点はね、両方とも風がとにかく強いということです。まあ、それ以外のことは特に何も一致しないかな。あと周りが広々としていて、道中が、
大平原であったというところも共通していたでしょうか。まあ波照間島の場合は多分もともと平原だったわけではなくて、多分生えていたジャングルみたいなものを撤去して、撤去っていうのかな、でそこにサトウキビをたくさん植えたのだろうと思われます。色で言いますと、硫黄島、有名な硫黄島よりもこっちの方がちょっとだけ北にあるけれども、まあ大体同じぐらいみたいです。まあ最も硫黄島は東京の真下にあってね、こっちはまあ上海の真下にあるわけですから、もう全然その経度は違うわけですが、まだまだ日本にはこれよりも南にある島というのはありますけれど、全て一般人が上陸することはできないことになっています。硫黄島には空港もあって、もし何かその硫黄島上陸に関してなんかこう異例の関連の人とかね、まあ、そういうふうなものがあれば、行くことはできるんだそうです。またこの間も言ったかもしれませんが、北方領土に関しても、ビザなし交流などで行くことはできるそうですが、まあ、かなり普通に行くことは難しいとされていると聞きます。でも少なくとも今見る限り、この八重山列島のここにね、こういうふうに小さく張ってる間島があるわけですが、これ以上南はもう本当探しましたけど、無人島みたいなものも見当たりませんね。どんどん下の方行ったらね、結局フィリピンが出てきましたから、もう この辺はフィリピン、あ、これ台湾かな、このちっちゃい島もね、あ、これ漢字書いてあるからそうでしょうね、これそうか、台湾か、まあ、台湾があってこっちがフィリピンですよ。もうパスコって書いてあって、こうイットバイオットとかちょっと何なのかよくわかんないんですけど、まあ、これも人が住んでるような島なのか分かりませんが、この程度の、まあ、小さな岩なのか島なのか分からないみたいな、こんなね、こんなのさえ見当たりません。でもね、宗谷岬より今の方がちょっと寒いですねもうちょっとしっかりとした上着を着てくればよかったんですが、これ以上の格好は特にしておりませんので、ちょっと舐めてましたかね。この下にヒートテックの1枚でも着てくれば随分違ったんでしょうけれど、手も冷えてきたし、この辺には蚊はいないようですが、さっき町の真ん中にはまあなんか水ためみたいなのがあって、その中に蚊が湧くのか分かりませんが、薬指を刺されましてですね、こう指っていうのは蚊に刺されますと敏感なもんですから、神経がいっぱいあるから、だからこうちょっと違和感が強いんですよね。まあそんなに痒くはありませんが。それではこの動画はここまでとさせていただきます。一応それぞれのアクセスを最後にもう一度ご紹介しておこうと思いますが、宗谷岬は、まあ、稚内空港から一旦稚内市方面に出て、宗谷岬行きのバスに乗り換え、宗谷岬行きのバスというのはないんですけれど、多分ないと思いますが、もっとその先の浜頓別とか音威根っぺまで行くバスに乗って、片道2000円ぐらいだったかな、大体稚内の街中からの金額です。で、片道バスで街中から1時間、稚内駅からも、まあ、そのぐらいの距離にありますとか、まあ、稚内駅からバスは出ています。でこちらの波照間島は、石垣島からまず、石垣島まで行く必要があるんですけど、石垣島からバスに乗って空港からバスで、石垣のフェリーターミナル、そこから1日3便の、高速船、まあ、そんなに早くもないですが、その船に乗って、そして波照間島まで、およそ100分、そこからはまあ多分普通は宿の向かいなどがあると思いますので、宿に連れて行ってもらって、そしてそれからは自転車などをお借りしてここへ来るのがいいでしょう。多分片道ね、町の中心部からでも4キロ5キロぐらいあると思いますので、ね、歩いて来られなくはありませんし、まあ、こういうところであれば歩いていても楽しいとは思うんですが、まあ自転車の方がいいと私は思いますよ。まあ、これを歩こうと考えられる人は多分もう旅行にもかなりお慣れだろうから、そんなに私から申し上げることもないかなと思います。波照間の日入り口って書いてあるんですね。これ入り口なんだ。あの奥のところにね、波照間島の形した石碑があるんですよね。波照間の日、なぜこういう風に入り口が書いてあるのか、それちょっとわざわざそんなしっかりと作る必要は何なのか、これまた書いてある。この日は沖縄の、祖国の、なんとかに女子、ダメだ読めない、多分この先にあるこの石碑は沖縄の占領が解除された時にできたやつなんでしょうね。でもそれはまた別の動画で、波照間島を単純に一つ紹介する動画を用意しておりますから、そちらでもっと詳しくご紹介しようと思います。カラスがたくさんこの岬には集まっています。ご視聴ありがとうございました。